当地広木は日本の声優、俳優、東京都出身、大沢事務所所属。当初は役者にも声優にもなる気はなかったが、仲の良かった友人が芝居に対して熱く、その影響で日本大学芸術学部演劇学科演劇コースの試験を受けて合格し、とにかく大学生活をエンジョイしたいと、同大学に入学。 日本大学芸術学部在学中の大学4年生の時に同級生と劇団クレイジーパワーロマンチストを創立し当初は舞台俳優としての活動が中心でその後同じ大学の先輩から CM のナレーションの仕事が来るようになって声優としてのデビュー当時はナレーションが中心であった初めての外き替えはアンナ・マデリーナ主演の金城竹氏 本格的に声優業に関わり始めたきっかけは、メインブラックの金曜ロードショー放送版である。主演のウィル・スミスのオーディションが事務所に来た時、ウィルのファンだったためにオーディションを受け、合格した。ウィル・スミスや金城のほか、ベントワース・ミラー、サム・ワーシントン、パクシニャン、リーブ・シュレーバー、ルーク・エヴァンズなどを持ち役とする。グラブ、ビタミン・ダニオを経て、大沢事務所に所属。 2014年9月6日、鳥取県北栄町の北栄町ふるさと大使に移植される。青年から中年までの大人の男性役に声を当てることが多い。ゲームではトライエース作品の大半に参加している。シリーズの世界累計出荷数が1300万本を超えるヒット作アンチャーケットシリーズの日本語版では主人公のネイサンドレイクの吹き替えを一貫して、 担当している。また、バイオハザードシリーズのメインキャラクターの一人、クリス・レッドフィールドの吹き替えも一貫して担当している。レベル5関連作品にも多く出演し、同社の日の明白から解禁賞ですとコメントを受けた。2012年、ファミツーアワード男性キャラクターボイス賞を受賞した。父は初夏の当地層で、母と姉は初動講師。 役者をやっていなかったら書道家になっていたと語っている。役者仲間で球団ジーズという草野球チームを作っており、キャプテンを務める。チームは毎年東京芸能人草野球大会に出場しており、チームは第41回大会で初優勝を果たした。球団におけるポジションはセンター1番、背番号は22。この番号は当地が一番好きな数字でもある。 ザウの名は、酒の席での約束は守る。ふとじは、メインキャラクター。担当俳優映画、ドラマアニメテレビ番組は、インターネット配信、テレビ CM。ありがとうございます。